待ってくれ。やってみる。いやいや、無謀ですって。本気だ。僕はお前に恩がある。そのお前がそれしかないと言うならそうする。動機が薄いっすね。でもあんなことがまた起きるかもしれない。今度は僕がお前を救いたい。だからなして。お前が好きだから。はあ？それはなんすか、恋とかでしょうか。ああ、恋だ。そんな真顔で言われても、好意を抱かれるようなことはなかった気がするんですが。前にも言ったけど、別の世界で自暴自棄になって落ちていった僕を、お前がそばでずっと見守ってくれていた。それはおそらくですが、私なりの責任の取り方だったのではないですか。でも僕は救われた。で、そこからどう転べば恋に発展するのやら全く理解できませんが。恋に理屈なんて必要あるか。んだと？それを理由に挙げたのはそっちだろ。ほら、私たち相性最悪っすよ。でも好きなんだ。それは奇特な方で。何とでも言ってくれ。